台湾の在来線台湾鉄道の瑞芳駅から芳屯駅までの区間で連日の豪雨により土砂災害が発生し不通となり台湾鉄道は運行再開に向けて復旧工事を進めています。ところで台湾鉄道によりますと土砂の斜面から湧き出る湧水が多いため工事が予想以上に時間がかかることとなりました。1日あたり2000立方メートルの土砂を除去できると予測されていましたが湧水の影響でわずか1600立方メートルしか除去できないということです。行政院の蘇貞昌院長と交通部の林佳龍部長が7日午前工事の進捗状況を視察し排水した湧水をそのままキールン河に流すことを指示しました。台湾鉄道は電柱を取り除いたり臨時的な土砂のたまり場を確保したりして13日をめどに運行再開できるよう目指しているということです。林佳龍交通部長は1週間以内に運行再開できるよう目指していると話しました。台湾鉄道台北駅の駅長は台北から基蘭、花蓮、台東までの旅客に高速バスを利用するよう推奨しています。この土砂災害は6日まで8600人に影響を来しました。